皆さんこんにちは、滑舌の悪い人です。今回は新柱の強さランキングについてです。今いろんな場所で柱の強さランキングというものが公表されています。そして僕も以前に柱の強さランキングの動画を出したことがあります。その時の順位がこちら。9位虫柱胡蝶忍、8位音柱宇髄天元、6位縁柱煉獄杏寿郎、6位恋柱甘露寺光利、5位水柱富岡義勇、4位霞柱時任無一郎、3位風柱品津川実美、2位蛇柱井黒尾花内、1位岩柱姫島行明。煉獄さんと光利は同率扱いですね。このランキングは鬼に対してのランキングということと、時期は最終決戦時のランキングです。今考えるとこれはちょっと違うかなとか思ったりもします。人それぞれ考え方があって、いろいろなランキングがあってもいいとは思います。しかし柱の強さというのは時期によっても違うとも思うのです。前回のランキングは最終決戦時のランキングです。なので、技を発言しているものとしていないもの、格闘を発言したかどうか、透き通る世界が見えているかどうかで、とても大きな差が出てしまいました。煉獄さんはめちゃくちゃ強かったはずなのに、技と格闘、透き通る世界が見えていないという理由だけで自然と下位になってしまう。それはなんか嫌だ。そこで今回は技や格闘、透き通る世界を考慮しない柱の強さランキングを考えてみました。ここではそれを覚醒前のランキングと定義しておきましょう。ランキング付けの判断材料としたのは、純粋な身体能力と精神力、呼吸や武器の強さ、戦術についてなどです。それではまず9位から。9位虫柱胡蝶忍。残念ながら忍は鬼の首を切ることができません。その時点でどうしても鬼の首を切れる他の柱より劣ってしまうという事実があります。しかしその非力さを補うため、毒を用いて戦う忍。毒の強さは計り知れませんが、覚醒前の忍の毒の強さは現状下限クラスの鬼を倒せる程度としか分かっていません。上限の2であるドーマにはその毒は通じませんでした。というのもドーマは前もって毒の情報を入手していたから、それゆえ分解されてしまったという理由もあります。つまりこれこそが対鬼に対しての忍の最大の弱点。毒の対策をされてしまうと鬼を殺すことが難しいのです。毒が通じず首も切れないとなると、あとは日光で焼き殺すしかありません。日光の元に縛り付けるというのは強い鬼になるほど難しい。上限ならほぼ無理でしょう。以上の理由から覚醒前の忍はどうしても下位にならざるを得ないのです。もう少し早く玉代と出会えていたなら、上限をも倒せる毒を開発できていたでしょう。惜しかったです。8位甘露寺光利。体が柔らかく、天元よりも技のスピードが速い。パワーについても常人の8倍の筋繊維の密度を生まれながらにして持っているという恵まれた体質の光利。柱の腕相撲ランキングでは6位です。呼吸については謎の部分が多くありますが、刀の特性もすごいものがあります。光利の刀はズバズバ切れる刀であるにもかかわらず、達人が扱うことによって布のようにしなやかに、新体操のリボンのように扱うことができます。こんなの物理的にありえないと思ってしまいますが、実はこういった武器は実在します。その一つが中国における妖体剣。妖体剣はそのままベルト剣という意味らしく、非常によくしなる剣です。360度曲げることができ、普段はベルトに偽装した鞘に収めておくそうです。そして他にもインドにおけるウルミという長剣があります。こちらも十分な鋭さを持っていながら、普段はベルトのように腰に巻きつけておけるほど柔らかいそうです。この他にもこういった刀はあるそうで、これらが光利の刀のモデルになったのでしょう。ということで、これだけ優れた体質と刀を持っている光利ですが、柱の強さランキングでは8位としました。その理由を優しく言えば、戦術を考えるのが苦手だからという理由です。戦いにおいてパワーとスピードがいかに優れていたとしても、頭脳が伴わなければ勝つことはできません。それは無限城で泣き目と戦った際にも見て取ることができました。これが光利の弱点。ここが下位にとどまってしまった大きな理由です。ただこの弱点があるからこそ、尾花内との共闘は魅力的なものになります。尾花内に足りない力を光利が補う、光利に足りない頭脳を尾花内が補う、いい夫婦です。7位蛇柱井黒尾花内。尾花内は無限城までは全く戦闘シーンがなく、強さを測る材料がほとんどありません。唯一あるとすれば、宇髄天元に言ったたかが上限の6ごときという発言でしょう。
しかしこの言葉もただの嫌味に過ぎません。というのも上弦の顔ぶれは100年余り変わっていないので、尾花井が上弦の6を倒したという事実はないからです。なので尾花井が上弦の6を倒せる実力があったかどうか、それも定かではないのです。最初僕は7位に尾花井を持ってくるか天元かで迷いました。しかしやはり尾花井の非力さを考えると、覚醒前では天元が上位になるような気がします。ここは非常に難しい問題。柱の腕相撲ランキングで尾花井は最下位から2番目の8位です。それでも鬼を倒し柱になれたのは、やはり蛇の呼吸の特性、刀を扱う技術、そして相方のカブラ丸のおかげもあるでしょう。尾花井は無限城で蛇の呼吸を使い、雑魚鬼の首を次々と切っています。無限城の雑魚鬼は、姫島さん曰く、加減クラスの力を持たされているとのことでした。尾花井は、パワーは男性最下位ですが、加減クラスの鬼の首はたやすく切ってしまうという、技術で言えばトップクラスの実力の持ち主です。そして年齢が21歳という経験値からも、忍びや光よりは上位なのではないかという考察もしています。単独の戦術について優れているという点も考慮しました。もう少し蛇の呼吸の特性について詳しい情報があれば、ランキングも変動するかもしれません。6位、音柱宇髄天元。天元は強い、それは確かです。弱っていたとはいえ、上弦の6である堕姫の首を気づかれずに落としてしまうという速さ、というよりもあれは気配を消す忍びとしての能力かもしれません。そして腕相撲ランキングでは姫島さんに次いで2位の力を持っています。パワーとスピード、どちらも兼ね備えている天元ですが、技の速さは蜜璃よりも下だと言われています。天元は他の柱よりも自分が総合的に劣っていることを自分自身が認めています。しかし忍びや尾花井よりもパワーで押し切ることができるという点や、忍びとしての精神力、忍耐力の高さを考慮し、天元をこのランキングにしました。そして極めつけは戦術指揮官としての能力が極めて優秀だという点。一人での戦闘はもちろん、多人数による戦闘でもその能力を生かすことができるので、団体戦なら天元の右に出る者はいないでしょう。それにしても新上弦の5かっこ仮天元の弟とのバトルは見てみたかったですね。もしかしたら外伝で見ることができるかも。5位、水柱富岡義勇。ここは天元とどちらが上か悩みました。体格とパワーで言えば身長198センチで腕相撲ランキング2位の天元が格上。しかしここで義勇を上に持ってきたのは、呼吸の強さに差があると考えたからです。音の呼吸は二刀流で、爆薬丸を使って威力を増幅させるというもの。これは呼吸の強さというよりは道具に頼っているという見方もできますよね。道具も全てひっくるめて呼吸なのかというややこしい問題は置いといて、水の呼吸は純粋に強い。水の呼吸は歴史の古い呼吸で、どの時代の柱にも必ず水の呼吸の使い手がいたそうです。つまりずっと途絶えることがないほど、どの時代でも生き残れるほど強い呼吸だということ、そういった見方もできます。ただ強いから残れたという見方もできますが、ただ単に使い手が多かったからという見方もできます。水の呼吸は村田さんも使っており、初心者に優しい呼吸と言われています。使い手が多かったから後継者を育てやすく、ずっと生き残ることができた、そういった考察もできます。水の呼吸は火の呼吸と似ている方も多いので、うまく源流を残しつつ初心者にも扱いやすい呼吸として、より位置が仕込んでおいたのかもしれません。そしてそれは呼吸の中でも一番派生が多い呼吸ということにもつながっているのでしょう。水の呼吸からは蛇、鼻から虫の呼吸がそれぞれ派生しています。ということで水の呼吸は初心者向けの万能型といったイメージがあるのですが、そこを頭一つ抜けたのが義勇のあの方です。義勇独自の型、中一の型、凪です。これがあるからこその義勇のこのランキング。凪がなければもう少し下位にいたでしょう。凪はノーダメージの空間を作るという便利な技ではなく、攻撃を超高速で受け流すという技です。ルイの時は澄ました顔をしていましたが、無惨との戦いでは必死に受け流していました。とはいえこれができる義勇は柱の中でもトップクラスのスピードの持ち主と言えます。ただ凪はどちらかというと防御技なので、攻撃面では上位の柱よりも劣っている感があります。4位、霞柱時藤無一郎。ここはもう天武の最枠、頼一と国志望と同じ血族で弱いわけがない。通常柱になるのに2年かかると言われているところを、無一郎はたったの2ヶ月で柱に昇格。
最強の姫島さんですら約1年かかっているところです。義勇なんて鬼殺隊に入ってから数えると柱になるまで約6年くらいかかっていますしね。無一郎は14歳です。そしてたった2ヶ月で姫島さんの1年分の成長をしたのです。姫島さんが柱になったのが19歳の時、姫島さんは27歳なので、柱になってから8年かけて現在のレベルに達しました。めっちゃ単純な考えにはなるのですが、無一郎は姫島さんが8年かけたところを1年半から2年もあれば到達してしまうという計算になります。そして強さの天井がより1クラスかもしれないので、姫島行名越えも十分ありえます。本当に末恐ろしい少年です。ただ14歳の時点ではまだまだ成長段階だったため、上位3名のレベルにはまだ達していないのではないかというのが僕の感想です。あとは体の成長もあるので、18歳から20歳くらいで成熟していたというのがしっくりくるような気もします。残念です。3位、縁柱煉獄杏寿郎。3位はこの人ではないでしょうか。上位2人はチートが過ぎるとして、特別な才能があるわけでもなく、誰に教えられるわけでもなく、縁柱まで上り詰めた杏寿郎。強さに関しては無限列車編を見たら一目瞭然。あざも透き通る世界もなく、上限の3と最後まで戦い抜いたのです。力負けはしていましたが、それでもあそこまで戦えたのはすごい。義勇と炭治郎はあざを発言しつつ2人がかりでも最後まで赤座を倒すことはできませんでした。赤座を倒したのは赤座でしたから。勝負に勝ったのは杏寿郎のみです。杏寿郎はあざが出ていたのではないかという意見もあります。確かに体にあざが出ていたのなら分かりません。イレギュラーでも発言する可能性のあるあざですから、そこは何とも言えないところです。そして炎の呼吸についてですが、炎の呼吸の使い手も水の呼吸の使い手と同じく、どの時代にも柱にいたと言われています。というよりも、炎の呼吸はおそらくずっと煉獄家が継いできたもの。頼一が炎の呼吸を教えた戦国時代からずっと髪の色や様子が変わっていないからです。これはすごいことです。死ぬ可能性の高い柱がきちんと子孫を残していき、子供がまた柱になり、それが450年ほど続いたのです。しかも頼一の時代の縁柱は自信をなくしてしまった状態からの約450年です。これまたすごい。これは妄想ですが、頼一の時代の縁柱は煉獄進次郎のようになってしまい、次の代の縁柱になる杏寿郎のような人物が頑張って再起していったのではないでしょうか。そうなると過去と今がつながっていて、面白い外伝とか出てきそうな気がしますよね。そんな炎の呼吸ですが、無限列車編の杏寿郎はめちゃくちゃ速かったという印象がありました。5両分の乗客を1人で守り抜き、どの呼吸も素晴らしかったですが、やはり1の方、知らぬ家、王菊の方、煉獄は最強すぎます。炎の呼吸を火の呼吸と呼んではならない、そういった縛りもありましたが、やはり炎の呼吸は火の呼吸に一番近い呼吸だったのではないでしょうか。頼一と仲が良かったのも当時の縁柱のような描写もありましたし、同じ火を扱う呼吸でもありますしね。杏寿郎があざ、透き通る世界、格闘を手にしていたら、頼一の呼吸にもっと近づけていたはず。2位、風柱、品津川実美。実美はとにかく強い。覚醒していなくてもとんでもなく強いです。まず身体能力に関しても、無一郎が一瞬でやられた黒死亡に対し、一定時間生き延びることができていました。黒死亡は実美の動きと技を見て、肉体的にも技の全盛期だと言っていました。おそらく実美は1位の化け物を除いて柱の中で一番ベストな状態だったのではないでしょうか。肉体と技を極限まで高めていたのだと思います。そして実美はとにかくタフです。これは父親の頑丈さを受け継いだ証拠。黒死亡には臓物が飛び出るほど腹を切られたにもかかわらず、呼吸で出血を止め、筋肉を引き絞り、傷口から臓物が出るのを防いでいました。そしてその後も黒死亡相手に戦いを続けているのですから、実美は間違いなく本物の化け物です。そしてこの傷口を防ぐ術は実美ならではのものと言えるでしょう。実美は全身傷だらけ、マレチを利用した戦いもしていたようなので、傷を負うたびに止血、筋肉を引き絞って傷を塞いでいたのでしょう。その積み重ねもあり、誰よりも止血と傷口を塞ぐのが上手くなった。そして黒死亡に深手を負わされても戦い抜くことができたと。その後は傷口を縫って戦いを続けていましたが、その処置も自分でしてしまうという看護師顔負けの救急処置能力。これは実美だけの能力とは思いませんが、それでも人より処置能力が高いのは間違いないでしょう。そして
サネミの超強力なマレチについて。サネミのマレチはマレチの中でもさらに希少なマレチ。その威力は上限の1である黒脂肪をも酔わせるほどのものでした。下限クラスの鬼であれば酩酊させることができ、その隙に確実に倒すことができます。もともとトップクラスのパワー、スピード、頑丈さを持っていながら、さらにこのマレチという特殊スキルですから、サネミは間違いなく現役最強です。ただ一人1位の化け物を除いては。1位、姫島行明。この人だけは覚醒していようがいまいが一生ランキングが変わることはないでしょう。もはや説明はいらないのではないかというほど誰もが認める最強大使。まず身長は220センチで体重は130キロ。おそらく全身のほとんどが筋肉だと思われます。この体格であんな日輪刀を振り回されたら、ほとんどの鬼は死を覚悟するでしょう。見た目はゴリゴリのパワータイプですが、姫島さんはスピードもあります。黒脂肪戦ではサネミと同等、もしくはそれ以上のスピードで戦っていた様子が描かれています。黒脂肪は姫島さんについて、あの重量の図体でこれほどの身軽さ、俊敏さと姫島さんのスピードを認めている場面がありました。このパワーとスピード全てでトップを誇る姫島さんですが、これがなんと盲目だというからまたすごい。盲目でありながら1年で柱に昇格し、さらには柱の最強まで上り詰めた男。姫島さんがどのように柱になっていったのか、そのあたりも気になりますよね。僕の予想では、もともとパワータイプだったので、弱点のスピードを克服するために必死で努力した的なストーリーもあったのではないかと思います。姫島さんの日輪刀は、片手斧にモーニングスターをつけたような形状の日輪刀です。近接は斧、中遠距離に向けて攻撃を投げつける。そういった戦い方がメインかと思いきや、黒脂肪戦では手斧まで投擲するといった暴れっぷりも見せました。そして鎖を操作して手斧と攻撃を相手にぶつけるという戦法も。さらには鎖部分で鬼の首を切るということもできてしまいます。姫島さんの日輪刀は特殊な製法を用い、溶鉱が極限まで蓄積されています。それゆえ日輪刀全体が鬼にとって脅威となります。鎖で首を絞めてしまえば、その時点でほとんどの鬼は倒せてしまうでしょう。それは黒脂肪も回避せざるを得ないほどでした。そしてさらにこの日輪刀の鎖部分は姫島さんの第二の目の役割も果たしています。この鎖の金属サッカー音をあたりに響かせることで、アクティブソナーとして用いているという、なんだかわけがわからない仕様です。もうね、すごいとしか言いようがない。姫島さんは噛めば噛むほど最強な男です。そしてこの身体能力と武器に加えて、岩の呼吸で能力を底上げすることにより真の最強として君臨し続けてきたと。姫島さんって今はグッズとかでも人気がなかったりするらしいのですが、黒脂肪戦から最終決戦までがアニメや映画になったら絶対にファン数爆上がりしますよね。この勇姿が坂田銀時の声でアニメになると思うとすごくワクワクします。まとめ的なもの、いかがでしたでしょうか。覚醒前と覚醒後に分けることによって少しランキングに変化が見られたような気がします。ランキング付けの要素は僕の主観によるものなので、他にもこういった見方ができるという意見があればコメント欄で教えてください。あとは覚醒後のランキングとか対柱の強さランキングとかも面白そうですよね。ということで今回はこのあたりで。